2022年も末を迎えようとしていた12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は新たな戦闘機開発の枠組みを、GCAP グローバルコンバットエアプログラムと名付けて共同開発で行うことを正式発表したよ。すでに前年2021年の末には日本の IHI 社とイギリスのロールスロイス社とが、新たな戦闘機の機関部の実証事業を行うこと、また2022年2月には新たな戦闘機用のレーダーセンサ類の実証実験機の研究を共同で行うことが決定していたな。つまり今回の日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表であったって感じだね。さて今回はそんな日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イギリスとの日本の間での各々の新たな戦闘機をめぐる協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化された感があり、それまでのやはりアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必須との見方に区切りをつけるものとなったんだ。太平洋戦争の敗戦によって日本はアメリカをはじめとする連合国の管理下に置かれ、その施策の中で軍備につながる産業分野を抑制されたこともあり、航空機開発も無論その中に組み込まれ、その開発技術も大きく後退したよね。そのため今回の新たな戦闘機開発の目的である、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替は言うに及ばず、その大元の F2 戦闘機の開発の際にも準国産化を推す声もあったが、それを行いうる機関部の製造は技術的に困難だったぜ。また F2 戦闘機の開発が進められた時期はまだまだ日本経済がアメリカに対しても優位性を示していたこともあり、政治的にもそうした貿易上の不均衡を是正する意味でも、アメリカ製の戦闘機をベースとすることが求められた経緯があるな。ここで用いられたのが F16 ファイティングファルコンであり、F2 戦闘機の開発では各部にかなり大掛かりな変更を加えたため、もはや別の機体とすら言えるほどに変化はしており、日本に必須の対艦攻撃能力が強化されたよ。しかし完成した F2 戦闘機をその後の状況の変化に合わせて、日本側の判断で自由に仕様の変更を行うことはできず、コアな機体の制御部分の情報は日本に開示されることはなく、その意味で臥薪嘗胆を強いられたと言えるんじゃないかな。こうした F2 戦闘機の反省を踏まえ、その代替機の開発計画に際して日本では自国が主導することを前提として掲げ、三菱重工業者を主管の契約企業として、その配下に各国内企業を紐づける開発体系の構築を進めていったんだ。アメリカのロッキード・マーチン社には技術支援先としての関与を希望してたものの、これまでのようなブラックボックスを抱える事態は回避しようとの姿勢が強く、どこで日本とアメリカとが折り合うのかにも注目が集まっていたよ。しかし今回は結果として日本は、イギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という初めての道を選択。これまでのアメリカやロッキード・マーチン社等よりもよりフラットで、対等な関係での開発に各方面から期待が寄せられているな。そして今回の日本における GCAP グローバルコンバットエアプログラムへの布陣は、全体の統括と機体本体を三菱重工業社、機関部を IHI 社、レーダーセンサ類の電子機器等を三菱電機が担う体制を敷いているぜ。これがイギリスの場合は、全体の統括と機体本体を BAE システムズ社、機関部をロールスロイス社、レーダーセンサ類の電子機器等を、レオナルド UK 社が担当することが明かされており、テンペスト計画そのままではあるんだ。もともとこうした今の日本とイギリスとイタリアの3カ国による、GCAP グローバルコンバットエアプログラムが確定する前には、F2 戦闘機の代替機には IHI 社が製造する国産の機関部の塔を目指すことが有力視されていたよね。これは IHI 社が現在の防衛装備庁からの依頼のもとで、それまでに通称シンシンと呼称されていた実証実験企業に開発した XF-51 エンジンや、それをベースに開発を進めた XF9 エンジンがすでに2018年に試作機1機とはいえ納入が行われたことが大きいんだ。そこで製造された XF9 エンジンは地上における動作確認とはいえ、
アフターバーナーの使用時には最大水力約15トン以上。空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録、世界標準クラスの数値を示したからね。さすが日本が世界に誇れる企業の一つだよね。この XF9 エンジンの研究開発は IHI 社では2010年から開始されたもので、新たな戦闘機に搭載することを前提として進められ、当初の基本となるコンセプトはスリムでありつつ大出力を確保するというエンジンだったんだ。これはこの XF9 エンジンを搭載する戦闘機に対し、その本体のステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、それによって同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することを大きな目的としていたよ。また XF9 エンジンが掲げた大出力は、言うまでもなく搭載する機体の戦闘機としての高機動性を確保するための必須の条件であり、近年は戦闘機同士の空対空戦闘は減少傾向とはいえ、敵ミサイル等の攻撃の回避にも必要な要素だね。こうして掲げたスリム化大出力という目標に対して一定の数値的な達成を見せていた XF9 エンジンではあるんだけど、試作機として実際の機体に搭載した状態でのテストが行われたわけではなく、すぐの実用化には直結しないとも言えるみたい。それでも悲願の国産の戦闘機用エンジンとして一定の成果を収めたことは間違いなく、新たな戦闘機への搭載にも期待が持たれていたが、今後はイギリスのロールスロイス社との共同開発の中でどのように変化するのかが注目されるな。イギリスのロールスロイス社はテンペスト計画における機関部の開発でも難航していると伝えられていたけど、それでもユーロファイタータイフーンなどで多数の量産型の戦闘機エンジンを開発してきた実績とノウハウを有しているよ。個人的にはロールスロイス社が持つ技術力は、少なくとも IHI 社の XF9 エンジンよりもこれからの戦闘機により求められる発電能力と、冷却性能の分野で先行しているように感じられ、やはり開発の主導権を握ると思えるぜ。ここまで開発を行ってきた IHI 社の XF9 エンジンではあるが、そうした発電や冷却といった機能では譲る部分もあることから、今までの積み重ねを活かしつつ、量産化とコストの低減に最適な選択となることに期待したいな。IHI 社は現在の社名となったのは2007年からだけど、それまでは石川島播磨重工業社として日本の重工業を支える一角として江戸末期からの歴史を持ち、航空機用のジェットエンジンの分野では国内の6割以上のシェアを誇るよ。今の航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機が搭載するゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載するプラット&ホイット2社製の、F100 エンジンも IHI 社がライセンス生産したものが使用されているんだ。IHI 社が開発し実用化量産化が行われているエンジンとしては、海上自衛隊が2013年から運用を開始した P1 哨戒機に搭載された F7 エンジンがあり、これはターボファン形式の高バイパス比エンジンとして民生品にも応用が模索されているみたい。ちなみに海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型や、最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型などの建造を手掛けているジャパンマリンユナイテッド社は、元は IHI 社の造船部門から派生した企業なんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年11月中旬、日本の大手マスディアの複数社が航空自衛隊が現在運用中の F2 戦闘機の代替機について、本年末までに日本とイギリスとイタリアの3カ国による共同開発の契約が正式に公表される見通しだと報じたよ。3カ国での共同開発か。期待半分、不安が半分ってところか。いろんな課題が残っているという声はちらほらと聞こえてくるもんね。さて今回は、イギリスらとの協業を選択した日本の次期戦闘機開発について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。いよいよ現時点では2022年も残り1ヶ月余りとなり、その正式な発表の報道を待つ形に変化は見られないが、日本がイギリスとイタリアをパートナーに選択することには少なからぬ課題が残されていると見る向きも多いよね。太平洋戦争での敗北以後、
日本の自衛隊の装備する兵器の中でも特に戦闘機という分野においては、アメリカの影響下から離脱して独自路線を追求した過去はなく、その有効性に疑義を投げかける声は少なくないからな。ただしそうした見方は多くとも、かつての F2 戦闘機の時点のようにその開発をあまねく国産で実施しようというような主張は見られず、さすがに今の時代に世界レベルの機体を日本が独自に作り上げるべきとする考えは見られなくなったぜ。とはいえ航空自衛隊の次期戦闘機開発に際しては、実証実験機の通称新進が存在し、これが機体の規模的にははるかに小型であるとしても、一応のステルス性能を自前で用意できたことは今一度思い起こすべきだろうね。また IHI 社は試作機ながら XF9 エンジンを防衛装備庁に納入した経緯があり、同エンジンは水力やタービン付近の耐熱性に関しては、今の戦闘機に求められる水準を十分にクリアする数値を示していたことも記憶には新しいよ。こうした機体そのもののステルス性能や、搭載するエンジン等の戦闘機開発に必須である重要な要素のいくつかの分野においては、日本が純国産化を行い得る可能性を感じさせていただけに少し残念な感覚も残るよね。ただしこうした要素技術ごとに多少期待を感じさせる部分が見受けられたとしても、トータルな戦闘機として世界レベルで通用する機体の完成には至らないのだろうと逆に実感させられたとも言え、その目はほぼなくなったと言えるだろうな。それでも日本側としてはこれまでの経緯の中で得られた技術を集結し、日本の防衛産業のオスタル三菱重工業者にプロジェクトを統括させ、その参加に各分野の国産メーカーを置く布陣で次期戦闘機開発を迎えると目されていたぜ。そこに今の西側諸国の第5世代戦闘機としては唯一の選択肢となっている F-35 ライトニング2。これを要するアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぎ、次世代戦闘機の開発を進める形が最も手堅いとみなされてきたよね。そうした動きは戦闘機に止まらず、戦後大半の兵器システムをアメリカに準じたもので揃えている自衛隊にとってはリスクの少ない方法であり、両国の軍事的な連携を図る上でも必然と言える流れだったと思えるからな。しかし当のアメリカやロッキード・マーチン社は、航空自衛隊が推進している次期戦闘機について、自国内で行っている NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスとのギャップが大きすぎると判断したと言われているんだ。アメリカ側としては航空自衛隊が開発を進めようとしている次世代戦闘機の能力は、すでに F-22 ラプターや F-35 ライトニング2で実現しているいわゆる第5世代戦闘機の延長線上にあると捉えており、関与するメリットを感じなかったとの見方も多いってわけ。今でも多数の西側諸国に対してアメリカは、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング2や、それ以前の 4.5 世代機とも言われる F-16 ファイティングファルコンの最新型の V 型などを多数供給している現実から、日本の次世代戦闘機の数など少なすぎるのだろうな。現在までに日本の航空自衛隊が生産を行った F2 戦闘機の総数は試作機も全て含めて98機であり、次世代戦闘機もこれらを全て代替する計画とはいえ、ほぼ同数の90機前後を調達する計画となると考えられているぜ。前述した F-16 ファイティングファルコンはこれまでの累計で5000機を超す生産数となることが見込まれており、これに比すれば日本の次世代戦闘機の数などわずか 2% にも満たない少なさであることは事実だもんね。こうしたボリュームという工業製品の生産にあたっての効率化という側面から見た場合の重要な点に加えて、アメリカは NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスにて、新たな概念を模索していることも影響していると思われるよ。未だアメリカ側から具体的な NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスの開発状況は発表されてはいないもの。現時点で最新鋭の戦闘機たる F-35 ライトニング2を含め、その位置づけは大きく変化すると目されているんだ。最も大きな違いとしては、近年の F-16 ファイティングファルコンや、F-15 イーグル等の当初はいわゆる第4世代と言われた戦闘機たちが、搭載するアビオニクスや並走システムの換装によって近代化を進めるような手法は採用しないとされる点だね。今やこうした戦闘機たちは繰り返される近代化改修によって、
リリース時とは比較にならない能力の向上を続けてはいるものの、40年以上にもなる長期的なスパンで運用を行うことはメンテナンスコストを膨大に増加させているからな。そのためアメリカでは NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスについては、もっと短いスパンで新型機と入れ替えを行うことを前提とし、メンテナンスコストを低減させることでトータルのコストを下げる手法を目標にしているとされるよ。こうした戦闘機開発をめぐるコンセプトの一大転換をアメリカは企図していると考えて良さそうだけど、現行の F-35 ライトニング2を見ても電子機器の絶えざるアップデートで能力の向上を行っている状態を本当に覆せるのかは未知数だね。アメリカ側では軍の高官がすでに NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスは初飛行を終えているとコメントは行っているものの、視覚的にこれを裏付けるエビデンスは出されておらず、判断はできかねるな。さて、日本の次世代戦闘機開発に話を戻せば、日本が今の時代に一国で純国産の戦闘機を手掛けるよりもリスクは少なく済むとは思えるが、アメリカのロッキード・マーチン社等からの技術支援と比較して有効なのかはまだ不透明ってところかな。イギリスでは BAE システムズ社を中核とするテンペスト計画を先行させており、同社はドイツ、イタリア、スペインの4カ国で開発されたユーロファイタータイフーンの実績を持つものの、同機はいわゆる第4世代戦闘機だから、そのため巷では第6世代戦闘機に該当すると言われてきたテンペスト計画は当然未知の領域であり、その開発もこれまでのところでは順調というよりもむしろ難航していたというのが進捗を表する正直な感想だね。このテンペスト計画には BAE システムズ社以外にも、機関部にはロールスロイス社、レーダセンサルイにはイタリアのレオナルド社のイギリス法人が参画するなど、ヨーロッパを代表するプロジェクトであることは間違いないんだがな。現時点では日本の次世代戦闘機の開発が、このテンペスト計画の一部として統合されることになるのかも含め未確定事項が多いが、おおむねイギリスサイドでは日本と戦闘機開発との協業を歓迎する雰囲気が統一しているぜ。しかしそこにはまがいなりも、まだ世界第2位の経済力を持つ日本に対し、そこから拠出されるであろう多額な開発費負担を当て込んでの政治的な判断との見方も多く、手放しで日本が喜べるか否かは判然としていないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。トエトエ北で日本初の純国産ジェットエンジンが完成したんだってな。なになに、そんなにすごいことなの？というか、技術力の日本と言われていて、純国産のジェットエンジンが今までなかったことに逆に驚くんだけどね。何言ってんだよ。世界最高峰の技術力を持った日本の純国産エンジンだよ。絶対に今までのジェットエンジンとらだけが違うぜ。なあ、そうだよ。純国産ジェットエンジンは日本にとって長年の悲願だったんだよ。このジェットエンジンのカタログでスペックを見てみるとかなり高い性能を示してるようなんだ。このエンジンが次世代の戦闘機に搭載されるかは、まだ不明ではあるけど、ある国が非常に興味を示しているという噂が飛び交ってるんだよね。まだ戦闘機に搭載されるかはわからないんだね。でもそれだけ性能が高いなら戦闘機に搭載されるんじゃない？日本が開発したエンジンなら性能は間違いないよな。これまでのエンジンからどう変わってるんだ。そうだね。日本初の純国産ジェットエンジンの性能や特徴を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2018年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され予算化の話までこぎつけたんだ。この閣議決定は、かなり時間がかかったなって感じだったよね。もっと早い段階で予算が通ってもよかったと思うんだけどね。戦闘機は自国を防衛するためには必要不可欠なもんだよ。何より先に予算を立てなきゃなんないだよ。日本政府って余計なことにはボンボン金使うくせに、本当に大事なことに関しては動きが遅いんだよな。本当にそうだよね。近隣のあの国とかあの国が、ちょっかいかけてきてるんだから、こういうことは、最優先事項で進めてほしいよね。本当にそうだね。まあでもこれから戦闘機の開発が進んでいくと思うと楽しみだよね。第6世代の戦闘機はいろいろな形があるけど、現在活躍している F-35 戦闘機以上に、優れた性能と、もはや戦闘機には必須条件のステルス性能を双方兼ね備えた、素晴らしい戦闘機が開発されることを願うよね。それじゃあ気になる性能の方を見ていこうか。この新型は双発エンジンみたいだね。
双発エンジンというのは左右の主翼にエンジンを1機ずつ設置したものだね。ちなみに現在の F-35 戦闘機はエンジンを1機乗せた単発エンジンになるよ。この双発エンジンも2タイプのエンジンを製造することで、将来的には護衛艦出雲加賀の甲板上でも運用が可能になるね。まあ、どこまで計画が進んでいるかはわかんないんだけどね。まだあくまで計画段階ってことだな。でも今さら従来の戦闘機と同レベルでは話にならないからな。目指すなら最新鋭の究極の戦闘機を開発してもらいたいもんだぜ。究極まではいかなくても、世界に誇れるような戦闘機を作ってほしいな。大丈夫だよ。日本が製造開発するのに今までと変わらないなんてありえないね。日本初の純国産戦闘機の完成が待ち遠しいね。ただ、この F3 戦闘機計画にはエンジン部分が重要な部分になってくるからね。ここを成功するか失敗するかで日本の開発力と技術力が世界各国から測られるだろうね。もし、うまくいかなかったとなったら周辺国への防衛力も低下することになってしまうだろうからね。いやいや、日本の開発力と技術力に限って失敗に終わるというのは考えにくいだよ。うん、そうだね。そこは心配するようなことはないだろうね。かなり高性能なエンジンの開発が進んでいるみたいだしね。話がそれちゃったから今度こそ高性能ジェットエンジンの性能を見ていこうか。2018年日本の航空軍事市場で全く新しい試みが行われました。プロトタイプの1機だけですがジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたそうなんだ。この出来事はかなり話題になったから知ってる人も多いかもしれないね。知ってるぜ、ニュースでも報道してたからな。見た見た、結構盛り上がってたよね。何気なく見てたけどこのエンジンことだったんだね。そういうことだね。このエンジンが XF-91 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンなんだ。現在の国際的スタンダードと比べても他国の製品にも全く引けを取らない高い性能のエンジンなんだよね。今回、防衛装備庁に納入されたエンジンはアフターバーナーを使用した際の推力は15トン超えで、F-22 戦闘機の F-119 エンジンが同じように 15.9 トンだからほとんど遜色ないよね。ちなみに F-35 ライトニング戦闘機の F-135 エンジンは 19.5 トンとなっている。あれ？ F-35 戦闘機のエンジンより随分推力低くない？確かに数字だけ見れば、かなり劣ってるように思えるよね。でもね、あくまでもプロトタイプの数字だからね。それを踏まえて考えると、ここからの改良や改善により数値がアップすることは間違いないと思うよ。そりゃそうだよな。いきなりプロトタイプで F-35 超えはきついよな。まだまだ試作品段階ってことだもんな。ところでよ、さっき出てきたアフターバーナーってどんなシステムなんだ？そうだね。それじゃあ簡単にアフターバーナーについて説明するね。エンジンから排気ガスが放出されるんだけど、これに直接燃料を噴射して、さらに燃焼させることにより、推進力を高めるシステムのことだね。車でいうところのターボみたいなものかな？仕組みは違うけど、そう思っててもらって良いと思うよ。実はね、現在収益中の F2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると、決定した時、その大きな理由として搭載するエンジンを自国で開発できないからだったんだ。そのことを考えると、自国でエンジンを開発できたことは快挙だよね。今までは自国でエンジンを作れないから、戦闘機自体をアメリカの真似をして作るしかなかったんだよね。これ車に置き換えて考えるとすごいよな。車のエンジンを開発できないから日本がアメ車を真似して車を製造していたとしたら、狭い日本の道路を、バカでかい車体にバカでかいエンジンで走ってたってことだもんな。ガソリン価格高い日本で、ガソリン垂れ流しで走ってたってことだよ。アメ車かっこいいけど、維持するのは大変だし日本車と比べると性能が高いとは言えないもんね。逆に車でも日本のエンジニアはあれだけの性能のエンジンを作れるんだ。ジェットエンジンでもすごいエンジンを開発するだろうね。あとこのエンジンの特徴としては小型化だね。ただ単にエンジンの推力を高めるだけならエンジンを大型化すれば比較的簡単に推力を高めることができるんだ。でも現在の戦闘機の最重要な項目として小型化が考えられている。これはステルス性能をアップさせるためには必須条件なんだ。同時にエンジンが小型化できれば、戦闘機に積む兵装も今までよりもたくさん積めるようにもなるよね。戦闘機を製造するということは、ステルス性能を落とさずに、なおかつ武器もたくさん積めるようにと、いろいろと試行錯誤しなくてはいけない項目があるんだ。でもこのエンジンは、出力を落とさないまま小型化に成功しているから、最重要項目の一つはすでにクリアしているってことなんだよね。
そりゃなんとも心強いことだな。ノエ成功したもノエ変だぜ。うん、そうだね。期待は膨らむばかりだよ。ここで一つ伝えたいことがあるんだよね。ある国が、この XF91 エンジンに関して過剰な反応を示してるんだよ。ある国ってまさか。まあ、ノエ成お隣のあの国だよ。大体ゾエゾエつくわ。視聴者もみんなピンときてるぜ。はい、正解です。皆さんの予想通り韓国ですね。韓国のメディアがこのエンジンのことをニュースで取り上げたんだ。それが、その取り上げ方と言ったらひどいもんだよ。このことはまだ日本でもあくまで計画段階なんだよ。それなのに自国の安全保障が脅かされると強行状態のような報道なんだ。なんなんだよ、ヒステリックなおばさんかよ。ほんとだよね。お互いに仮想敵国と考えている中国が言っているなら、まだわかるんだけど、韓国はアメリカと同盟国という同じ立場だよ。まるで、すでに新型の戦闘機は完成していて、すぐにでも自国に攻撃を仕掛けてくると言わんばかりの、報道だったんだよね。本当に、一方的に日本を敵国扱いしてるよね。怒りを通り越して呆れるよ。本当に面倒な国だな。他国の技術開発に文句つけてる暇があるなら自国の技術力磨けや。こんな難癖相手にしないで日本の開発者たちには頑張ってほしいよね。それにしても、お隣の国の迷走はいつまで続くのか。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。